タッターはパキスタンシンド州にある人口22000人の歴史的な都市である。アレキサンダー大王がインドパキスタン遠征をしたとき、紀元前326年に通過した。タッターの文化財として1981年に世界遺産に登録された。14世紀以来、タッターは低深度地域の主婦として機能し、1592年にはムガル帝国の支配下に入った。1739年にナーディルシャーがイランよりインドへ侵攻するとタッターは陥落すると同時に放棄されるに至った。ジャーマーモスクを含むタッターの文化財は1647年から1649年にかけてシャージャハーンの手によって建設され、釉薬がかかったタイルを特色とする。また、1461年から1509年にかけてタッターを統治したジャーム・ニザームティーンやムガル帝国の役人の墓もタッターにはあり、加えて数千の墓を持つ広大な共同墓地がマクリーの丘の近くに見つかっている。タッターの中心地にはシャージャハーンが建設したバードシャーヒモスクがある。このモスクは101のドームによって構成され、拡声器などの道具なしでもこのモスクの随所でイマームの声が届くように設計されている。また、タッター近辺にはキーンジャルと呼ばれる美しい湖があり、カラチから多くの人々が週末にはこの湖を訪れる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。